あの夏、僕は化石に夢中になりました。誰？もっといいとこ教えてやろうか。え？すげえしましま、バームクーヘンみたい。バームクーヘン？湖に火山灰の塵が積もってできた地層、古生層って言うんだ。タガネとハンマー貸してみ。うん。よし、どれどれ。この墓石な、すげえだろ。うん、トシという友達ができました。なあ凛太郎、古生層ってさ、すごいんだぜ。普通10万年前の葉っぱなんて腐っちゃって残らないだろ。でも湖の底で静かに火山灰が降り積もっていくから、押し花のようにきれいに化石になるんだ。欠けてるな。なかなか綺麗なのは取れないね。これ何の葉っぱ？なんだろう。欲しい。
いところに来た。ほら、なかなかここまで綺麗には取れないぞ。モミジの葉っぱかな。言ったじゃん、秘密だって。どうしてもここに連れてきたいんだよ。きっと喜ぶんだ。その化石も見せて。ダメだ。なんだよケチ、独り占めして。あっぶねえな、やめろよ。おい、こんな、あ、待てよ。おかえり。今日お父さん早く帰ってくるわよ。凛太郎、味見してくれない？ちょっと行ってくる。凛太郎？急に飛び出したって言うから心配したぞ。何があったんだ？凛太郎？化石、あのこの歯化石割ったのは僕なんだ。ごめんなさい。次の日、古清掃のところへ行っても、都市には会えなかった。お弁当にしようか。うん。凛太郎、山奥の沢には行ったことあるか？え？子供の頃よく行った地層があってな、バウムクーヘンみたいな薄い層が重なってできている地層があるんだ。古清層って言ってさ、
時間を忘れて夢中で遊んだんだ。